ヒーテル・クラウス、ニシンのある生物・生物画は、西洋画のジャンルの一つで、静止した自然物や人工物を対象とする。これらを描く画家は、対象物を自らの美的感性に基づいて自由に配列し、画面を構成していると考えられる。生物画は細分すると、コレクション画、花束、バニタス、朝食画、晩餐画、台所画などのカテゴリーがある。 バニタスの絵画というのは、瓶の中に生けてある花たち、燃えているろうそく、漂う、シャボン玉、懐中時計や、頭蓋骨、電動の書の一部、朽ちていく本などを描き、この世の無常さを表すものである。このような偶意的な要素を含んだ、生物画は17世紀までには多く、生物画と宗教が偶意画の両名を持つ、朝食画、晩餐画は、 豪華な料理や食器がセットされたテーブルを描くもので人物は描かない。台所側、台所のテーブルに魚介、鳥、野菜、果物、食器などが載っている情景を描く。コレクション側、高価で貴重な器物のコレクションを並べた情景を描写し、富を誇示する。古代ローマ帝国。 紀元1世紀のポンペイ遺跡から高さ90センチメートル以上の大きな生物画の壁画が複数出土しているので当時から生物画が制作されていたことがわかる。ただ、この伝統はローマ帝国の崩壊と共に一旦中断する。西欧の生物画は15世紀の宗教画の一部や豪華本差し絵の一部から発達した。ヤンファンアイクのヘンの祭壇画外翼にはタオル、 水盤などの日常的な生物が描かれている。独立した生物画として最古の作品はハンスメムリンク、若い男の肖像の裏面に描かれた花瓶の花である。ただし、百合は聖母の純潔の象徴であり、花瓶にはキリストの頭文字が入っているので宗教画との中間的存在である。純粋な生物画は1600年前後にベルギー、オランダと イタリア、スペインで同時に制作され始め、特に、オランダでは、プロテスタントの信仰のため、宗教画や神話画の需要が、少なく、生物画が、風俗画、肖像画、風景画とともに、絵画の主流となった。ベルギーで、ヤング・ブリューゲルが、花瓶の花というジャンルを開拓し、弟子ダニエル・セイ・ヘルスが、技術的に大成した。また、狩りの獲物の描写に優れるアレクサンドル・アドリアンセン、 などが排出し、専門画家でないが、フランススナイデルスも台所がう多数制作している。一方、オランダでは、17世紀に、ウィレム・クラース、ヘダ、ピーテル・クラース、ヤン・ダビス・デ・ヘーム、クララ・ペーテルス、フロリス・ファンス・スコーテン、ウィレム・ファン・アールスとコルネリス・ド・ヘーム、ウィレム・ガルフなど、多数の生物画専門の画家が排出し、高度な細密描写技術を見せる。 多量の革新的作品を残している。カラバジョ、果物かご、イタリアではカラバジョが果物かごを描き生物画を開拓したが絵画の主流とはならなかった。細密画家出身の女性画家と楽器画で有名なエバリスト・バスケニスが出ている。スペインでは専門画家として修道士画家、サンチェスコ・ターンが台所画という分野を開拓した。あと18世紀には ルイス・メレンデスの台所画が,が注目される。フランスの17世紀の生物画は、ストラスブールで活動したセバスティアン・ストスコップフ。1597から1657の作品があるが、総じてオランダ・ベルギーの影響下にあり、18世紀のシャルダンによって独自性が発揮され始める。19世紀以降印象派の生物画では、アンリファンタラ・トゥール、 オディロン・ルドンの作品が有名である。また、セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホも独自の生物画を残している。20世紀では、ジョルジョ・モランディの生物画、1970年代のハイパーリアリズムの生物画も注目される。ありがとうございます。